こんばんは。横。ちょっと待って、洗濯物の音がめっちゃ聞こえる。ちょっとお待ちください。横になって見てください。横になって見てください。ながら見て、首が痛い？みんなが横になって見てくれたらいいじゃん。急にめっちゃわがまま言い出す。分かったよ。じゃあちょっと斜めになってあげます。はい、どうですか？ちょっとさっきより、待って待って、首が首がどうしたの？え？首がどうしたんで、どうしたの？首が何かあったの？大丈夫？疲れないよ。今日は公演が和光ゲバントホールでありました。今日はね、さこひめかちゃんの生誕祭で、木曜日という超平日だったんですけど、会場に来てくれた皆さん、それから配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。さこちゃんあと10年いるんだって。私があと10年いたら37歳になっちゃいますね。そんな年の差あったかって思いました。さすがに私37歳までいられません。37歳まで無理でしょ。もう大変ご迷惑おかけします、そんなの。嘘でしょ。私もう37歳になっても
さこちゃんと一緒に踊らないといけないの？ハンデがありすぎるよ、そんなの。ずっと椅子に座ってるかもしれない、もしいたら。何？常識を覆そう。おい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 、自分のことじゃないからと言って何を言うてんねん。でも多分ね、私が37歳になったら今の26歳があの頃は若かったなって思うと思う。今が、今は10代の子たちと一緒にステージ立ったりしてるけど、してるから、なんか自分がすごいお姉さんみたいな気分。だけど多分私が10年後とかになったらこの26、私27になるけどが若かったなあの時はってなるんだろうな。でもなんか年齢ってなんだろうって思うよね。みんな年を重ねるけど、うん、みんな年を重ねるじゃないですか。絶対生きてたら年を重ねるもんで、それをなんか、なんだろう、洗濯が終わった。うん、それをね、なんだ、なんでしょうね、気にしたり年齢を気にして何かをやめたりとか、それはまあしなくていいと思う。思うけど、でも私さすがに37歳はいません。STU にはみんなに夢を与えるお仕事なので、じゃあみんなの中で想像していてください。私が40近くになった時、 STU にいたらっていう世界線。私は夢と元気と希望を与える職業なので、てかあんま職業って思ったことないんだよね、アイドルやってて。なんか普段さ予定があるとか、いろいろメールでお仕事があるとか言ってるけど、なんか全然お仕事感覚がなくって、うん、まあ大事なこととかね、なんかアンバサダーやるとか、なんかそういう時は気が引き締まったり、ちゃんと言わなきゃとか思ったりするけど、なんか普段アイドル活動やってて、な
なんかガチガチのお仕事みたいな気分でやってることないな。うん、好きなことで報酬いただけるならそれに越したことがない。それはめっちゃ思う。本当に私ラッキーだな、恵まれてるなってめっちゃ思う、うん、だって私歌好きだしアイドル好きだし、なんかそういう好きに囲まれた世界で、うん、ご飯を食べて大好きなみんなといられることってすごい私恵まれてるしラッキーだなーと思います。うん、ね、ショールームさ横にならないかな、このこれでいつも配信したいイエーイ。今日のカラコンはちょっとね緑が入ったカラコンですが入ったカラコン。カラコンピンク、そっとあなたに。好きだよと言えなくて。カラコンリンク、外あなたに。こっちの目は、こっちの目はからあのウィンクしたらこうなる。でもこっちの目は得意。このトップスはファンの方にいただいたものです。今日はファンの方にいただいたプレゼントで成り立ってました帽子も今は被ってないけど、この服とか帽子とか今日はもらったものでね、私は成り立っておりましたいつまで横やねんって話ですよね。そろそろ縦にした方がいいとは思ってるんですけど、じゃん、
私さ、宇宙に住みたい。海外とかじゃなくて、もう日本飛び出して海外とかじゃなくて、もう宇宙に住みたい、将来。違う星に行きたい多分無理。月に帰る。私月に、私本当に月に生まれ、月で生まれたんですよ。実家なんだよね、月が。みんなには今本当のことを言うね。カミングアウトする。月で生まれて月で育った。だから本当は月に帰らないといけない。地球にはどうやって来たの？なんか月から地球への移動方法は、まあ、正直記憶になくて、記憶消されるの、移動方法は。でしかもこの地球にいた頃の記憶も消されるの、月に帰ったらそう、移動方法は分かんない。セーラームーンではないです。それ言ったらダメなやつじゃない？ダメだけど、私はもうそろそろ月に帰らないといけないから卒業コンサートに影響されて言ってるなんてもう言い出せない。乃木坂さんの、乃木坂46さんの、山本美月さんの卒業コンサートに影響されてこんなこと言ってるとはもう言い出せなくなっちゃった。はい、月には帰りません。まあ地球で生まれたとか嘘です。すいません、騙しちゃって。ごめんね、騙しちゃった、みんなのこと。私は地球の福岡県で生まれましたはい、山下美月さんの卒業コンサート見に行った。あ、本当ですか？いいね、私も行きたかったです。
私真夏の全国ツアー行きたい。乃木坂さんのライブ行ったことない。ていうか今日さ歌いすぎてめっちゃ喉痛い。めっちゃ喉使った。待って、月っぽい服着てた。確かにちょっと月っぽい。でもね、メイクさんにね、なんだっけ、なんか言われたんですよ。この服着て、この服着た時に、なんて言われたっけ。ちょっと待って、なんて言われたっけ。展示されてる家、展示されてる家なんだったっけ。あ、そう、モデルハウス。なんかモデルハウスの人みたいみたいな感じで言われて、一瞬ね、え、何のことだろうって思ったんですよ。そしたらなんかマンションとか家とか あのチラシに載ってるような、人みたいって言われて、確かになんかイメージ写真の人って大体ボーダーの服着てるよなって思って、メイクさんに言われました。そう、明るいファミリーの一員みたいな。見た目がすごく真面目な OL さん。 OL じゃないよ私は。でも私は OL はしてました、1年間。1年間普通に働いてた。大阪で働いてた。私兵庫住んでたけど、働きに行くときは大阪の方でした。電車乗って。うん、そうなんです。だから普通に中学校も公立3年間行って、で高校も普通に3年間公立のとこ行って、でその後2年間また学校行って、で社会に出たから。私が社会に出たのは20歳、21になる年でしたね。で21になる年は1年間大阪で働いてて、で1年じゃないね、1年ちょっとですね、1年ちょっと働いて、で20
2歳になる前にあれだ2019年10月に オーディション受かりました。何線とかは言えませんそれはもうバレちゃいますので、地元が。私は兵庫の北なのか南なのか西なのか東なのかそれは言えません。そうですね、人生何があるか分かりませんね。はい、沿線は言えません。オーディションを受けましたね、2019年。アルバイトは高校1年生の時に初めてしました。でもあのバイト OK だったんですけど、なんか私16で初めて働いた時にちょっとまだ早かったわと思ってちょっと働くにはまだ早い、ちょっと社会まだきついと思って、一回高1の時にアルバイトやったけど、その後ずっと辞めて普通に学生してて、で高3の高2の時もちょっとやったけど、あちょっとまだ働くの高校生早いと思ってちょっと怖いと思ってすぐ辞めた。で高3で辞めて、やめてじゃないわ、その卒業式までの間めっちゃアルバイトしてましたね、うん、和食屋さんで頑張って働いてた一番楽しかったバイト、なんだろう、でもカフェとかもね働きましたね。まあすぐ辞めたけど、和食屋さんはまかないが美味しかったです。お金払わんといかんかったけど、レジもしたことある、スーパーのレジもしたことあるなんかスーパーのレジのあの現金が最後閉める、レジ閉めするときに現金が合わなくて、ちょっともう私これ無理かもと思って結構すぐ辞めた、アルバイトそんな長く続いたことないな。でも唯一ほんと和食屋さんはめっちゃ続いたかも。めっちゃって言ってもそんな数ヶ月やけど、アルバイトめっちゃ続かんかった私。クレープ屋さん、洋食屋さん、和食屋さん、スーパーのレジ、また違う和食屋さん、やったかな私あの普通に一般的に働く人結構ダメな気がする人、働く人としてはちょっと結構ダメなタイプの人だと思うなんかあのその大阪で働いてた時もなんか全然仕事を覚えられなくて、マジで毎日辞めたいって思ってるし起きれてたよ、めっちゃちゃんと起きて毎日行ってた、ずる休みすることもなく。でも全然もうなんか仕事を覚えられなかった
か最初の方ずっと泣きよったし、帰り道楽しくなかった。めっちゃ毎日胃が痛かったし、うん、仕事楽しくな、覚えられん、難しいと思って。しかもなんか教えてくれる人がなんかめっちゃ無口な人でなんか私もさ、分からんことが分からんけんさ、その時になってやってて、なんか分かりませんって言って助けを求めても、どこみたいな感じで言われて、なんかみたいな感じで結構社会不適合でしたまあまあね、社会不適合でしたね。それが二十歳とか、うん、二十歳21の時でしたね。難しかった。でも頑張って覚えてそれなりにお仕事できるまでにはなってましたよ。それなりに、そんな優秀じゃないと思うけど、なかったと思うけど、私なりにそのジムのお仕事を頑張ってました。でも本当に嫌だった。毎日楽しくない、同じことやっててもう無理と思って、こんなの私できない、これをあと何年も続けるって私には無理だと思って。でもみんなすごいんですよ、本当に。もう手さばきがやばい、もうタンみたいなもう私には無理だと思って。でそれでなんかたまたま見かけたんですよ、 STU のオーディションを。で待って、私アイドルになりたいかもと思ってなんか一回社会出ちゃったけどアイドルになりたいかもって思って、今までオーディションとか受けたことなかったんだけど受けてみたんですよ。そしたら1次審査あ受かった、2次審査あ受かった、3次審査あ受かっちゃったってなって、はい、そっから STU になりましたでもね、小島さんはすごく丁寧にお仕事してくれるって言われてました。だからそれ裏を返せば遅かったってことだと思います、うん、すごい。丁寧にやってくれるよねって、なんかそのなんか一番そのまとめてる何さんだったっけ、もう忘れた、何さんかも忘れた名前。でも本当に嫌だった毎日、しかもなんか通勤時間めっちゃ長いし、通ってられるかーと思ってやめた。でも私辞めるときね、ちょっぴり嘘ついたんですちょっぴり嘘つきましたあった人には実は広島行ってアイドルになるんだよねって言ったけど、あんまり関係性ない人はなんか知り合いの会社に入ることになったってついて辞めましたいや
バレてないんじゃない、わかんない、わかんない。いやでももうどうでもいいやもうどうでもいい、過去のことなんて今が大事です。てか本当に今が一番楽しいし、一番今を一番大事にしたいと思う。でも私ね、職場でね泣いたことはねない、いやあった待って待って嘘つきそうだった。泣いたことあった、全然あったもう無理ですでもその上司のあの人に向かってじゃなくて、その同期とか中で泣いたことはある。もう無理だ難しいよって言って私はもうできないよ、うん、もうやめたいよ、みたいな泣いてた。ね、やめてよかったです、あの時思い切って ST に入ってよかったお昼食べてましたよ、会社の人たちと食べてました。でもあの時の会社にいた26歳とかの25歳26歳とかのお姉さんが本当になんかベテランに見えて、わーって思ってたんですよその時は。でも今自分がその方だ、その年齢だと思って、そう、意外と大人は大人じゃないんだよね、うん、でも本当に長いこといたことが、一つの場所にいたことがあんまないので変な気持ちですね。幼稚園も入ったところを卒園できてないし、途中で変わったんですよ、転勤多かったから、お父さんの都合で、仕事の都合で。入って卒園するところは違ったし、小学校も入学したところと卒業するとこ違ったし、あと
中学もそうだし、まあ、高校は3年間やっと入学したところを卒業できたけど、まあ3年間だし、で短大も2年間でしょって考えたら、私ね STU が一番長くいる、うん、だから私3年 STU に入って3年経った時に、これからなんかどういう感情になるんやろうってめっちゃ思っとったんよ。そしたらなんかこんなに長くいることってすごいいいことなんだ、楽しいことなんだって思いました。もうね3年以上同じ場所にいたことがないんですよ。何かの組織、何かに属するっていうことがなくって、いつもこんにちはバイバイ、こんにちはバイバイみたいな感じだったんです私の人生。だから STU3 周年、 STU に加入して3周年を迎えた時に、迎えた後これから4年目5年目6年目7年目どんな気持ちになるんだろう、私はどんな感情でやっていくんだろう、どんな活動になっていくんだろうってめっちゃ思ってたんです。そしたら同じ場所に居続けることって、まあもちろん楽しいことだけじゃないけど、嫌なこととかもうまくいかないこともあるんだけど、こんな絆を深められること、一つの組織にいられることってすごく楽しくていいんだなって思う。初めて知ったSTU で初めて教えてもらった。毎回その場所を去って関係性がなくなって、またゼロから構築するっていう人生だったんですよ。だけどこんなに長くメンバーとかスタッフさんと一緒にいられること、こんなに楽しいんだなって思ったいつも私はよそから来た人だったんですいつもゼロからの人だったの。どんな場所に行っても、はじめまして、小島愛子です、どこどこから来ました、どこどこ出身です、いつもはじめましてだったのだから私はね、今日改めて思った。ここにいられてよかったって今はホームです。私にとって初めてのホームなんですなんか正直ね、兵庫出身って言ってるけど、私地元がなくて実家は今兵庫だけど、正直地元ってどこなんだろうって言われたら
どこですかって言われたら兵庫とは答えてるけど、なんかないんですよね地元ないんですよ。なんかいつも放浪、放浪？遊牧？放浪じゃないわ、遊牧遊牧民みたいな感じだったの。なんか福岡弁喋るけど、たまに関西弁出るけど、友達は関西にいるけど、福岡、九州の方にもいて、私のホームってどこなんだろうっていつも思ってたし、今も思う。うん、でもこうやって広島にホームを作れたことは私にとってすごい大きなことだと思います。転勤族です。地元はね、兵庫県だよ。兵庫出身って言ってるし、大好きだし、兵庫県大好きだし、実家あるし。でも本当に芯から兵庫出身、根っからの兵庫出身ではないし、なんかいつも寂しい思いをしてたここが地元ですって胸を張れるところがなくて、私はまず日本出身なだけで何々県出身ないなと思って、なんかいつも悲しかった、寂しかった。いつも途中参加の人だから。ホームグラウンドです。ホームグラウンド、なんか大阪とか東京とか名古屋とかさ、たまに遠くの方に行っても、ここに帰ってきた時にただいまっていう気持ちになるし、そういう場所ができてよかったなって思う。初めて一人暮らし始めたの広島だしね。なんか自分の家の家具とか見てたら、私これ自分で買ったんだとか、なんか服とか見てたら、これ全部自分で集めたものなんだって思って、なんか全てが愛おしくなりますあ、もちろん皆さんからもらったプレゼントもあるんですけど、ここまで集めてきたものが今のこの暮らしにあって、囲まれて生きてるんだって思って、なんかここまで生活して生きてる自分を
褒めたくなりました。褒めたいです、そんな自分を。だから皆さんもなんか自分のこと大事にするって、自分を可愛いとか自分は賢いとか、なんかそういうことじゃなくって、自分を大事にするっていうのは、その日々の積み重ねとか頑張りをちゃんと自分で確認することもそうだと思う。私はまだまだだとか何もしてないとか思うことあるけど、あ、待って、洗濯物終わってるの思い出したまあこうやってね、洗濯物とかね、自分でやってることとか当たり前のようで当たり前じゃないから、そういう一個一個の些細なことを認めてあげることが自分を大切にすることにつながるんじゃないかなって思います。ちょっと待って、洗濯物終わってること思い出しました。待って、どうしよう、洗濯物干そうかな。やばい、1時間ぐらい放置してる。ちょっと待って、声だけ聞いててください。声だけ、さすがに洗濯物干してるところは映ってないので、声だけ聞いててください。タオルが多すぎる。タオルが多すぎるんですよ。じゃあ洗濯物は外に干さないんですよ。中に干します、全部。外に干してしまったら、誰かに取られるかもしれないので、絶対中に干します。よじ登ってベランダに入られる可能性あるんで。
人がいるかもしれない。部屋干しが安全だよね。そうだよね。そう、しかも飛んでいく可能性もあるから。みんな今日何食べましたか？あ、そう、今日の公園の今日の公園のね、お昼ご飯、お昼ご飯じゃない、夜ご飯か、あれは牛丼が3種類ぐらいありました。なんかネギ玉、ネギ玉みたいなやつと普通の牛丼と、あ、2種類か、2種類ありました。珍しいと思って、ちょっと珍しくてテンション上がりました。牛丼食べたくなってきた。え、本当になかなかないんですよ、牛丼なことが。なんで今日牛丼だったんだろうと思って。次回タイアップ予定のチェーン店。え、そうなんですかね、そうなんですかねとか言って、え、もしかして伏線だったのか。それだったら嬉しい、伏線説。てかさ、あかりんさんがグアム行ってて、いいなって思った。いいなグアム、いいな。楽しんでますか？楽しそうだった。ねえ、1位様なのでご褒美ですよね。グアムでの、グアムでの撮影、いいな。さ、お父さんが買ってきたこの物干しのやつ、めっちゃ使いづらい。うん、やだ。うわ、最悪。なんか変なのついたし。もう何？やめて。なんか本当にだって使いづらいもん。しかもなんかね、物干しのなんか、あの、なんかタコ足か、これタコ足のやつさ、白が良かったのに違うんです。これね、あの、買ってきてくれたって思うじゃないですか、一方的に。違うんです、あの、壊したんですよ、白のタコ足のやつを。あの、バキってやって、もう何しとるんって言って壊したから買ってきたんですよ、新しいの。そしたら
白じゃないし、なんか謎に青買ってくるし、なんかめっちゃ使いづらいし、もう何と思って、そう、弁償ですよ、弁償。よし、それでは皆さん洗濯物を干し終わりましたので、今日はこれにて配信を終えたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。ランキング読みます。13位ズーミーさん、12位コータさん、11位マグさん、10位ソリオさん、9位ウリンちゃん、8位リョウヘイさん、7位アンちゃん、6位ナベナベ所長さん、5位クジマサさん、4位キンキンさん、3位ハイキーさん、2位ジャボテンさん、1位シロフクロウさん、ありがとうございました。バイバーイ。じゃあねー。